今年4月から9月までの中間決算は純損益はマイナスで中間決算としては3年連続の赤字となりました旅客数は国内線と国際線を合わせて回復傾向にありましたがコロナ禍前と比べて36.8%の水準で厳しい環境が続きました 今年度の業績予想は国際線で水際対策が大幅に緩和されたものの3年連続の赤字が見込まれコスト削減などで来年度は黒字化を目指しています。